ぜひ一緒に漁師の世界を探検しましょう。塩基通信研究所漁師デバイス研究室の北田隆人です。今日は研究室のみんなにいろいろ聞いてみたいと思います。小さなものの性質を調べて新しい道具として利用する研究をしています。ナノメートルの世界では量子力学と呼ばれる不思議な法則が現れるのですが、この小さな世界を自由に操り、量子力学の実験や量子力学を利用したデバイスの研究をしています。再加工技術を駆使して資料を作成したり、測定音装置を使って電子庫の量子状態を調べる等の超高感度の電気測定を行っています。これらによって量子情報処理等に向けたデバイスの研究を行っています。みんなで協力してオンラインなども活用しながら楽しく研究を進めています。量子デバイスの研究はまだ始まったばかりです。ぜひ一緒に量子の世界を探検しましょう。